ちょっとヴィンテージ感もある。そうなんですよ。まずは見ていただいてください。どちらかというとヴィンテージらしさと、でも80年代らしい臭さと、でもギターの作りがちゃんと現代チックな、作りの良さってのがあるんですよ。この匂いもなんかええ匂いしますよ。なんかちょっと違う匂いするなんなんやろこれ。カリフォルニアの匂いですね。そう外国の匂いしますよねこれね。そうなんですよ。いや絶対分かる人なら絶対分かる。なんかね日本じゃこの匂いあんま、いやここは日本っすけど、なんかね外国の匂いするんですよ。テレタイプでありながらこれ乗っちゃってるみたいな。フロイドローズ乗ってて、フロイドローズ乗っちゃってこのリバースでみたいな。はい、ネックねちょっと薄めじゃないですかこれ。めちゃくちゃ薄めです、ね、普通ってテレってセレクターが上にあって、はい、あのボリュームトーンってくるじゃないですか。ああ。うまい。それでしかもセレクターもまっすぐじゃなくて斜めに動くようになってるんで、うまい。そう引きながらのコントロールの変化がしやすいのと、引いてる途中に勝手にぶつかって変わらないんですよ。へえ。すごい。このモデルオーダーしたの私なんです。攻めたん行きましたね。自分が好きなって言うとあれですけども、うん、もっと80年代らしくでも弾きやすいギターにするにどうしたらいいのかなっていうのをいろいろこう練り出したらこれになりました。これに行き着いたみたいな。はい。リバースヘッドとかも多分これ使う人ってまあ 80s とか弾く人が多いと思うんですけども、ダウンチューニングとかする人も多いだろうなと思って、はい、ってなった時に6弦側にテンションあった方が、あ確かにね、まあ弾いてて、うん、やっぱりそうですね、ダウンチューニングとも対応ができるなとか、あ、はいはいはい、フレットもちろんジャンボにした方が、うん、弾きやすいだろうなとか、そういうジャンボフレットね、はい、グリーンからいっちゃいました。外国の音がする。外国の音なんかわかりますよね。わかります。きっちりしてるやつじゃないんですけども、ね、すごい飽和するんですよね。
ますね。めちゃくちゃ日本語に似てるな、はい、ちょうど欲しいとか出てくれるから、あんまり EQ いじなくてもいけるのかもしれない。このその本当にあの早弾きとかもそうですし、うん、あのそういったプレイにマッチするようにっていう、うん、マッチしますね。オーケー、うわー、これ良かったな。ラックストーン、チョッパー、T、フロイドですね。おー、しかも今最近やっぱ少ない足を使ってるってのもポイントですね。おー、いいっすね。しかも軽いっすよね。軽い、めちゃくちゃ軽い、扱いやすいっすわ。はい、ちょっとぜひね、チェックしてみてください。気持ちいいっすよね、そいつは。うん、あのガンガン歪ますやつ以外でも全然いきますね。はい、超万能、クリーンでもなんかいけるし。うわー、これ良かったな。ラックストーン、チョッパー、T、フロイドですね。おー、しかも今最近やっぱ少ない足を使ってるってのもポイントですね。おー、いいっすね。軽いっすよね。軽い、めちゃくちゃ軽い、扱いやすいっすわ。はい、ちょっとぜひね、チェックしてみてください。これね、あれからこれ弾いたら、はい、違いがめっちゃわかる。なんかね、いや、まとまりはいいんですけど、なんかね、